どうも、生涯収支マイナス1億円くんです。昨日の動画でですね、本日開催のキサラギ賞の予想を発表しましてですね、はい、で本命がストロングウィルと言って、その予想が見事外れまして、だから僕がもし馬券を買っていたらめちゃくちゃ負けてたことになるんですけど、買いました。馬券を買いました。先週やってない分倍買いました。おかしいなー。ストロングウィルね、でも一言だけいいですか。ストロングウィルに、ストロングウィルも頑張って走ったじゃないですか。一言だけいいですか。ボケー、ボケーですわ。ストロングって強いっていう意味ちゃうんかい。何しょんねん。いや、結局ね、一番人気になったんですけどね、僕が予想動画出した段階では、そんな人気してなかったんですけど、一番人気になって、ほんでね、調教も抜群やったんよ。マジで。なんじゃい？なあ。お母さんに電話しました。それはもう、お母さんに電話したんですけど。で、僕テレビ見てたんですよ。たまたま合間で。で、中継やっててね。で、スターター、バーンってこう、折ってね。で、ゲートインするじゃないですか。で、ストロングウィル多分最後やったかな？最後に入ったんですけど、で、後ろからカメラ撮ってるじゃないですか。尻尾ゲートに挟まっとんねん。見た人おらん。ストロングウィル、まだ入りきってないのに、ゲートバシャンって閉めて、尻尾がちょっと、このゲートから出とんねん。いや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 。ほんで、そのまま、直しもせず、こう、横一列で、馬のお尻のゲート見えるんですけど、一個だけぴょこんで尻尾出とんねん、6番のストロングウィル。ほんでスタート言って一回グンって引っ張られてからバーンって言ってるから、あれ尻尾短なってるはずよ。よう見て、ストロングウィルの尻尾切れてません。あれ変換やろ。あれ、あんなゲートに尻尾引っかかってんだもん。でグンって引っ張られてブチーンって言ってたから、めっちゃ短かったもん、ストロングウィルの尻尾途中で。あれあれあれ短いって。ほんでゲート見たらゲートに挟まったまま馬の尻尾がブラーン言って、なあ、変化やろあれ。ボケー。本当にすいませんでした。僕のせいです。はい。ですから僕はもう引退します、競馬は。親戚の会社、なんか親戚が会社やってるんですけど、土下座してそこ入れてもらいます。はい。なんで、皆さんはですね、残された皆さんは、来週からも競馬楽しんでください。はい。お疲れ様でした、ストロングウィル。ありがとうございました。